トン。え、なになに？今のアバンいる？おい先生大丈夫か？私はどこ？ここは誰？ああ、手遅れかな？どうしたんや？記憶喪失みたいなこと言い出して。実は何も思い出せなくて。おいおいマジかよ。おいは？どうしたんや？いや実はゆかりちゃんが記憶喪失になっちゃってな。そら大変やんか。ゆかり、おいゆかり、本当にうちのことも忘れちゃったんか。うちの子分としてせっせと働いてたお前が。変なこと吹き込むな。そして実はあかり先輩とも好きな関係で。変なこと吹き込むな。あんなに元気に顔たくさん飛ばしてたのに。優先して伝える情報それ。顔を飛ばす。そんなことできると思います。できてるできてる。ちょっとできてるよ。何体で覚えてんだやめろ。そして私とも不思議な関係のあかり先輩については、うっすら覚えてます。息子じゃねえつってんだろ。ああ、さすが赤い糸で結ばれてるだけはある。結ばれてないけどね。あかり先輩は、確かこう、クリクリなお目目に。まあな、ふっくらシルエットに。あ、得意技が頭突き。あ、多分こっちかこっち。どっちもちげえわしばくぞ。これは一旦分からせないとダメなやつやん。あかり先輩あれここは、もしかしてあかりまでも記憶が。これは、人の記憶を飛ばすアイテム。嫌なこと忘れちゃいなよ。です。なんやそれ。基本的にストレス社会に生きる、大人用のアイテムで、嫌なことを忘れたい時とかに、これで頭をポイってすると、効果が発動します。物理的にやるやつなん。でもこれ未成年が使うと、頭がパーになる副作用が。あ、ピョロピョロベビンガビン。説得力だぜ。一体、誰がこんなことを。おい、これ使うのやめろ。ピンポン。おいしまってどうすんだよ。終わったじゃねえか。開けや。前回のあらすじ、ゆかり先生とあかり先輩の記憶が消えちゃった。そこに残された記憶喪失用アイテム。どないしよう。今日からうちは主役やるしかないか。おにこな。欲望を抱くものや。犯人が潜んでるかもしれないから気をつけて。すげえ犯人っぽい装備。守る者のために戦うもの。犯人はわし。拡張する情報、一体。犯人は誰なんだ。待て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 。え、いたよ。え、犯人にいたって。私じゃないですよ。その割には体が黒いな。黒いは以前に。今その部位にいらねえんだよ。なんで自分から疑われに行ってんだしばくぞ。え、犯人おったか。ちょっと前回のネクストコナンツヒント見ましょう。ネクストアカネツヒント。犯人はわし。それはヒントじゃなくてアンサーだろうがよ。なんでこいつ顔だけちょっと見切れてんだよ。と飛ばせるようになりました。うんま何それ。あ、犯人が逃げようとしてる。おい、何逃げようとしとるんや貴様。神妙にお縄につけ。そうだそうだ。仲ええな。なぜこんなことを。くよか、けたに。ウイグレーな、カツ丼だせや。だって、あいつが悪いのよ。あいつが私を裏切って。個人な個人な。今犯人が動機を告白する割と重要なシーンだろうがよ。あ、記憶が戻った。なんか場面が飛んでゆかり先生の記憶戻ってるし。あれ？うちも戻ってる。今なら言える。みんなの名前が、葵ちゃん。はい。しんのちゃん。はい。そして、あうかーりちゃん。なんでうちだけ発音独特になってんだよ。それはうちじゃねえ。おいゆかり、うちの名前を言ってみろ。何かな？なんだったっけかな。あれかな？あれだね。にあれだよね。アホの具現化。誰がアホやこのバオか。この、冒険、船底のマーカー。この、バーカー。語彙力よ。まあ、一件落着やな。よし、みんなで打ち上げ行こうぜ。はい。まあ、ええか。みんな行くで。はい。ピンポン。ここはターゲット。え、お前何しとるん？いや、ちょっとゆっくりの調整を。なんでや。おい、動き始めた。初動が暇すぎるんですけど。こんにちは、ゆっくり霊夢です。おう、お前じゃん。あってどっかでミスったかな。お前は声どうしたんだよ。いやはや失敬失敬。よし、調整&キャラ付け完了っと。おい、大丈夫かいな。では気を取り直して。私たち、この度、機械の生連盟を組むこととなりました。何それ。おい、こっち側。え、みたいな顔してんじゃん。ちゃんと話し合えや。まあ、私この子の先輩なんで、後輩はこの先生と頑張るって決まっちゃってるんで。いや、機械音声ってカテゴリーならその方は大先輩だろうがよ。そんな雑な扱いして怒られんぞ。めっちゃ笑顔。それはええんかよ。基準わかんねえな。縛り上げんぞ。やっぱりぶち切れてらっしゃる。私を。お前はかよ。どういうことだよ、ド M かよ。当たり前じゃん、何言ってんの。みたいな顔やめろ。何を思っとる。ははまあ、趣味は人それぞれですからね。若干聞いてんじゃねえ。お前が調整したんだろうが。ね、連盟って、具体的に何するねん。そりゃあかりちゃん愚問ですよ。それな。なんかムカつくなこいつら。ボイスロイドとゆっくりですよ。やることと言ったらドラクラ天使しかないでしょ。もっとやることあんだろ。わかってるじゃない。違う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 。少なくともお前が持ってるそれを今後使うことは一切ねえよ。ごめんあかりちゃん、あなたが求めてたのはもしかして。多分それも求めてないやつっぽい。こっち来んな。ゆっくりといえばゲーム実況とか解説動画が普通やろ。そっか、じゃあ一緒に頑張りましょう。オッケーオッケー、もう満杯。やべえ、なんか一緒にやる流れになってる。おいマジでこれ以上増えたらカバーしきれんから、さすがにお帰り願いたいんやが。あかり先輩、なんか拾った。元あった場所に戻してください。ピンポン。あ、そういや来週注射あるんやな。露骨すぎん。はい、じゃあお注射しましょうね。キャーでけえな。おい、やっぱりこっちかな。キャー。おい、これはどうだ。キャー。
もう関係ないやん。何それ。じゃあ当日痛くなくなるように練習しときます。いやいや、うわ、これガチだ。注射するときはみんないつも練習してるのに、茜だけやらないの。そうなん、私も先日やりましたよ。じゃあやる。ビビビビ、ちょろちょろ。こいつ、ふう、気合もバッチリ。よっしゃ、やったるで。ブスブスブス。なんだよ。いや、いやいや、刺すのが早いよ。めんごめんご。細いものが当たるだけで発狂しそうや。重症やな。今は体の細いついなちゃんに葵が触れただけで発狂しそうや。重症やな。ゆかり先生が触れたら別の意味で発狂しそうや。せやな。うちは安心感がある。褒めたんや。今のは褒めたんや。そういえば、気をそらしたタイミングで注射すると痛くないって聞きました。お、それ良さそうやな。じゃあそらしてママ。誰がママやしばくぞ。はあ、じゃあうちが気をそらすから、ゆかり先生はそのタイミングで注射するんやで。オッケーオッケー。わあ、あかねちゃん、いい子ね。帰ったらハンバーグ食べましょうね。インパクトがない。見て、うのクソガキ。あかねちゃん、いい子ね。うわ、何その顔。女の子がそんな顔したらあかん。てめえら、おう、てめえらうちが気をそらしてんだから注射しろや。あ、じゃあ行きますね。え、あ、はい。すげえ。こいつら芝居太郎かな。ここの葉茜さん、うん、行きたくないな。このまま逃げたるかな。いや、でもみんなに応援してもらったし、たくさん練習したんや。大丈夫や。うちは強い、うちは強い。きっと注射なんて全然痛くない。はい、くん。いやあ、あ、受ける。ん、ゆずきゆかりさん、注射しますよ。やだ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 、痛いの嫌、痛いの嫌。こいつ痛いの嫌。おい、お前らな。たく、はい、注射しますね。や、優しくお願いします。ブス。やあ、